はい、どうも皆様こんにちは、つなきゃぴでございます。それではね、早速続きの方をやっていきたいと思います。誘いと読んで、さ、火と書いて、いと読む、多分誘いですね、これ。あ、いざない。違った。ラストエピソード。はい、これでラストということですね。はい、頑張っていきましょう。お父さんだけになってしまったということかな。この竹井節くんに顔がすごく似てる。お父さん、つぐみ。この人を探しています。お父さん、仕事辞めてでも探してるからな。まだ辞めてなかったのか。おお、いいお父さんじゃないか。まるで竹井節とは全く違う。仕事なんかよりお前たちの方がずっと大事なんだ。そう、分かってるじゃないか、お父さん。どこ行っちゃったんだ。いいお父さんだね。てん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 。あ、ここ問題の前回やばかったとこ。うおー、なんだこれ。なんだこれ。違う、何か事故でもあったのか。っていうか、なんか電柱多くないか。前からこんなに多かったっけ。そう、この電柱多くした理由がよくわからない。まあいいか。さあ、この回で謎は明かされるのでしょうか。あとでもう一回警察に行ってみよう。これで警察動かないってさすがにクソだよね。さすが警察って感じかな。あ、警察の皆さんごめんなさい。別に現実の警察を悪く言ったわけではありません。このね、ゲームの中のつぐみちゃん、はい、別ゲームの中の人を言ったわけでね、別現実の方はいい方たちだと信じております。はい、なんか電柱がどんどん壊れてってんだけど、しかも向こう歪んでるし。パパーパパーパパーパー、あ、お父さんか。この人を探しています。すっごいリズムカルだな。おとお父お父さん。幻聴か。幻聴ではないやつだな。怖いな、こんなんずっと聞こえたらやばいだろ。かわいそうに。うわ、顔がどんどんひどくなってんだけど、つぐみちゃんの顔がやばい。かわいそうに。何があったんだこの家族に。次の日、聞こえる。あ、なんか顔が変わってる。もうなんかもう怖くなってる顔が。なぜ気づかない。どこからだ。とか言って振り向きもしないし、このお父さん本当に思ってるのか。これは怖いぞ。まさかこの看板から。あー、やばいやばいやばい、リアル、めっちゃリアル。いや、そんなわけないか。いや、やばいやばい、こう、え、めっちゃ怖い。ちょっとまた現状だ。おお、おご、あ、やばいやつ。うわー、呪われちゃったやつかなこれ。え、なにこれ、どこだここは。なんだ、動けないぞ。またこのあれか。クソ、なんなんだ。うっ、化け物。てんてんてん、勝手な。よく見るとあれはつぐみじゃないのか。化け物とか言って、つぐみとかいう最悪なお父さんだな。そんなところにいたのか。なんだ、向こうから誰かが歩いてくるぞ。
誰あれ、おーい助けてくれー、怖いよー、てん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 、嘘だろ、つ、つぐみ、逃げなさいつぐみ、つぐ、うわー、やーばい、これはこれは R15 だわ、確かに、つ、つぐみ、うっ、来るな、誰これ、誰なのこれ、う、う、うー、うわー、誰なのこれ一体、あ、終わってしまった、一体最後の人は誰だったのか、とても気になる状況で終わってしまったこの次の日。はい、これまで見てくれた方本当にありがとうございました。あと OVA ではなくて、なんかプラスでなんか新しいね、新編っていう編ではないですけど、なんかねおまけみたいなのが次の日もう一個あるので、まあ、そちらもやってからねが最後だと思います。はい、それではね、次の日第3話最後まで見てくれた方、本当にありがとうございました。よければね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。よくなかった方もお願いいたします。それでは、皆様、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。